2015オートバックススーパー GT 開幕戦、今スタートが切られました。まずはポールポジションの位置からキーパーがトップを守っています。さあそして GT300 クラスが今スタートしました。ゲーナー10号車がまずはトップをキープ。 ARTSCRGGT がついています。スリックを選択した、はい、メルセデス遅れてます。メルセデスはやはりどんどん遅れていきます。はい、あーなんとスタディあーそしてプリウスが今 GTR に抜きに行こうとしましたけれども一旦引きました。前に500のマシン、これケーキングですよね。あーとちょっと今接触、ここはまだクート粘ります。ちょっとアウトサイドは不利ですからね。でも並んできましたよ。並んでくる。あーこれ前に出ました。プリウス佐賀光輝がトップに立ちます。どうだ、サイドバイサイド並んでいる。イン側がロニー、アウト側がカルダレリ、ここで前に出ました。さあ GT300 しかしちょっと引っかかったが、はい、ここはなんとか持ちこたえた。ロニー・クインタレリトップに立ちます。なんか後ろは左の後ろが車高が引けますか、低いような気がちょっとしました。タイヤはちゃんとエアありますね。何か煙が、ブレーキだ、ブレーキだ、今炎が見えました。左ディアブレーキ、ガレージ入れますよ。ガレージ入れますね。これはもう左のディアブレーキを、さあぴったり後ろについた。どうする小暮、1コーナーで見事に対、しかしストレートスピード RCF が今少し伸びていく。ブレーキング競争に持ち込んで小暮だ、小暮が前に出ました。 NSX トップに立ちます。ここで前に出るか。いやここはなんとかカルダレリも守っていますけれども、はい、これはもうちょっとアウトに、はい、もう全然しまいました。にねじ込んでくるがどうだ、前に出られるか。小暮もちょっとここは無理をしなかったか。これで山本直樹トップに立ちます。激しく目まぐるしくトップが入れ替わっていきます。今日のレース、この雨量では完全に平川の RCF キーパーが速い。もう一気に並びかけようというところ。これもまさに水を得た魚って感じですよね。そしてもう右に左にラインを変えて平川が前に出た。なんということでしょう。ここでトップまた入れ替わります。さあそして平気小原イネンだ。小原イネンが柳田正孝の後方ぴったりついた。今小原イネン非常に速いんですよね。速いんです、はい、4秒5秒で来てますからね。うわ柳田ちょっと苦しい。ここで小原イネンが前に出ていきました。小原イネンがオーバーテイク、ストレート今ぴったりスリップに入っている野尻。どうだ、1コーナーインを奪った、ね、ここで前に出ました野尻。おっと行き過ぎた、止まれるか。あーコースアウトだ。これだよ、もうアウトからかぶせて石浦がここで前に出ようとしている。おそらくなすすべないですよね。速度差がありました。一気に前に出ていった。これで3番手リゼント浮上。パートムス RCF 平川亮今パッシングをしながらチェッカーフラッグを受けました。初優勝、そしてトムス、このキーパートムスは2年連続の勝利です。あまりにこう白との差を、ね、40秒以上に保って、ね、今中山雄一がチェッカーフラッグを受けました。43秒で走りました。これじゃないから失敗してください。